あ、どうも、こんばんは。マハパンジャジャパンのガオミと言います。どうもこんばんは。こんばんは、皆さん。いやー、そう、発表しますよっていうのをですね、お伝えをしていたんですけれども、なんかちょっとやっぱりタイミングもタイミングですよね。マハパンジャジャパン、皆さんもご存知の通り、私の同期だったりとか、まあ、あとはもう一人ね、もう3人ぐらい、今月ちょっと末に、卒業されたりとか、っていうこともあったりとかするので、だからみんなちょっとね、怖いと思うんですよ。だから、怖くないように、まずはちょっとみんなの予想を見ていこうかなと思います。ガオミ、第2子ができました。んなわけねえんだよな。できてねえんだ。第1子もいねえんすよ。まずそもそもね。クラブが桁してめんわー。次、ガオミ 3D します。まあそうですね。確かに、3D のね、あれは、ね、1年の記念の時にね、確かにお伝えはしておりました。可能性としてはなくはないですね。ガオミ、この度結婚します。おめでとう。結婚できたら苦労してねえんだよな。まあでも結婚願望があるかないかで言ったらないですね。絶対めんどくさいので結婚はいいかなっていう話をこの間ちなみにおみママとね、その話になったんですけど、おみママとちょっと話してた時に、あんたね結婚とかを考えた方がいいのよって言われた後に、いやでも絶対めんどくさいよって言ったら、まあそれはそう、うん、じゃあおみちゃん向いてないからやめた方がいいよって、だよね、じゃあ本気出しちゃおうかな。動画にまとめてきました。ちょっと自分の口からね、元気に言うのちょっと大変だなと思ったんで、ご覧いただければと思います。よろしくお願いします。信じてくださってた皆さん、ありがとうございます。というわけでですね、お知らせなんですけれども、ガオミ、ファーストワンマンライブ、ボルテージなるものがですね、開催決定いたしました。こちら、森さん読み方いつもはごめんなさい、ちょっと、プラットフォームが YouTube でもないんです。こちらのプラットフォームにて、スポーンというプラットフォームにて、配信をですね、させていただくことになりました。でですね、グッズについてですが、 T シャツを予定してます。でサイン書きます。ちゃんと T シャツにサインを書いて送りつけるので、皆さんよければ買ってください。 What is that, bro?